始まりました、ミクチャナット TV、第6回目ですよ。第6回目も冬ですね。冬ですよ。冬は何でしょうか。冬はですね、雪の季節になってまいりましたが、心は常に温かく登れます。お願いします。そして野呂佳代です。よろしくお願いします。なんか落語家さんみたいな。参りましたね。季節で何か言ってってきついからこれ。やってった方がよくね。今日はですね、はい、前回ね、来てくれた方なんですよ。お、実は。なるほど。はい、でもミクチャナイト TV 出演権をかけたコンテストでグランプリも取ってるんです。なるほど。すごい、はい。それが前回来てくれたエースグループのアイドルから海田さんです。今回はその出演権枠をかけた枠なんですよ、これは。私思うんですけど、出演権枠をかけたのに、はい、その前に出ちゃったらダメじゃないですか。そうなんですそうなんです。ダメですね、確かに、うん、おっしゃる通り、うん、取っちゃったよね、でも取っちゃった取っちゃったっすね、グランプリ取っちゃった、はい、取る気はあったんですか。まあ、そうですね、取る気あるやろ、それダメだ、ちょっと取れなかったっすね。ないのはちょっと嫌だよ、はい、取れちゃったみたいな。まあ、ちょっとやったら取れちゃったみたいな、うん、そう、いやいや、取れなかったっすで、頑張ったよね、頑張りました。すごい、だから2回目ですから、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ちょっと関係ないけど、その前回出てもらったトア君って、うん、あ、グランプリも何も取ってんのに2回出てるやんか。あ、そうやった。そう考えたらすごいですよね、トア君。うん、トア君、ね、トア君、そうね、グランプリ取ってんの2回で、グランプリ取ってんの2回ですか、カイトさんがね、うん、で、だから前回あんまりカイトさんに聞けなかった話を。まあ、確かに、ね、か今回はちょっと一人からね、深掘りしていこうかなと思うんですけども、はい、ホスト歴はまずどれぐらいですか。5年半ぐらいですね。大体ですね。でも若い時からやってて、うん、20歳ぐらいがもうずっとやってるってことですね。はい、で始めたきっかけは結構僕、うん、なんか占いとか運命みたいな信じるたちなんです。意外です。はい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 、まあ、何もしてない時に地元の子からその店誘われて進展ができるっていうので、うん、でもホストめちゃめちゃ嫌やったんで、お断ってたんですよ、うん、で、ちょっとクラブで、踊る方のクラブで働いてる時に、はい、そこでできた女の子の友達が、うん、友達がオープンするお店があるからって、うん、その店もランウェイっていうお店だったんですよ。一緒なんですよ。そうだったんですよ。でも嫌で断って、うん、でその1週間後ぐらいに、うん、今の社長さんが直接スカウトで、うん、たまたま、そうなんですよ。こんなに、もう3回も同じ店であれば、はい、これ運命やと。そうですね。その間にどこも誘われなかったんで。なるほど。なんかあるなと思って。なるほどね、はい、そのランウェイっていうのはエースグループなんですか、うん、のなんか前の、まあ、もともとだからその代表さんもそっからガッていったみたいな、はい、そうです、はい、まあ、至るみたいな話が、はい、はあ、それな、なるほど、ちょっと運命感じて。そうです、はい、なんで嫌やった、そんなに。まあ、やっぱなんかちょっと、まあ言うのもあれなんですけど、うん、ちょっとダサいイメージっていうか。わかるわかる。とイメージやっぱ良くない。そうですよね、はい、ね、人も多いやんか今、うん、ちょっと立ってる男の子らも、うん、やっぱちょっとダサいねっていうか、はい、うん、感じやったんで、ちょっとあんまり、うん、これすごい、まあ、男なんでやっぱしたいなとはあったんですけど、はいはいはい、これ偏見っていうのは。いや、めっちゃわかる。僕もほぼ一緒ですね、はい、マジで同じこと言ってましたよ。一緒ですよ、お前。こことここ一緒ですよ、もう。それはね、いやいや、僕一緒なんすよ。それをやめろよ。マジで言うの。なんで、ね、一応。あ、でもまあ本当に僕も始める時、うん、てか僕の地元が、うん、もう地元でホスト嫌ってたんですよ、うん、本当にもうなんか、まず超すごいですよ、これ。すごい。地元でホスト嫌い。地元がちょっと悪いですよ。めちゃくちゃ悪いところ。悪い地元。どっちかというと男は短髪、うん、超ハス、女チャラチャラすんなっていう教えやったんですよね。うん、で、それがちゃなんつうの、悪いってどういう、はい、めちゃくちゃ、めっちゃ不当派ですね。まあ、これ使えるかわかんないですけど、本当にホストを見たら。友達が知らない。やばい。使えるか。僕は知らないですよ。僕知らないですよ。ホストの場合これはダメですよ。使えるわけないよ。絶対使えないですけど。っていう遊びがあったぐらい。で、僕は相方やってないですよ。僕全くそんでやばいなと思ってたんですけど、うん、でもそういう地元で育ってきたから、うん、ホストっていうのはもう男がやるべきもんじゃない。うん、男がでも恥ずかしいもんやと思ってたんです。僕は偏見すごかった、うん。でも、まあ、その始めるときに、なんかこう、じゃあそのフィールド立ってないのに嫌いとか、うん、そういうのせこいかなと思って僕入ったんです。
ほなもうめちゃくちゃやりがいもあるし、めちゃくちゃ大変な仕事だし、ちゃんとしてるんですよ、うん、でちゃんとしてるやつが売り上げ上がるし、うん、チャランポラのやつはちゃんとダメなんですよ。その、はい、カイト君を上回るなよ、はい、エピソードでね、カイト君、いやもう間違いですよね、めちゃくちゃちゃんとしてるでしょ、もう上回るじゃないよ、ちゃんとしてるんですよ、ほんまに第7回ぐらい向こう座ってんじゃんこっち、カイト君がやってカイト君がここ座ってじゃん、カイト君ここおかしいじゃんやれそうだけどね、やれそう、いやその時に僕も前やってただけで、まあね、だからまあすごいね、こうあのなんかいろいろ興味がすごいあるんで、今のホストどうなんですかっていうのであるんで、全然違うっすね、はい、うん、でちょっと自分のアピールポイント、はい、何ですか、死ぬほど持ってますこれに関しては死ぬほど持ってる、もうなんか出たよ、顔がイケメンとか、うん、なんかかっこいい、かわいいとかじゃなくて、うん、なんかモテるんですよ、え、どういうモテる、本当にもう、まあ中高も1回やったんですけど、うん、もう中1の時ぐらいからもうやっぱ体育祭走ったらもう漫画みたいに、うん、名前呼ばれて、もうそうですし、ずっと6年間もそうやって、外歩いててもすごい逆難の数とか、へー、逆難とかもう、もうちょっと勉強も真面目やったんで、うん、でマクドでちょっと勉強してたりしてもすごい声がかかってくるんで、それだけでもマクドで勉強、マクドで勉強ね、はい、それでまあ声かけやすいんかなっていうのもあるんですけど、優しそうな顔してるし、男前やから男前、男前、モテるだけを自信ありますね、かっこいいとかよりは、なんかそのこう、そうさ、マクドで勉強でウッシッシみたいやってるの普通になっちゃってんの、そう、いやマクドで今マクドで普通なの、勉強僕らマクド普通なんですよ、マクドそうか、そう、ごめんなさい、マックでしょ、マクド僕らマクドで勉強がもう、え、マクドで勉強、マクドで勉強はようやん、勉強しないタイプの人間、え、マクドは勉強でしょ、どこで勉強するんですか、どこで勉強するんですか、そうっすよ、家だろマクドやんな、マクドで、大体マクドだろ、そんなにね、そんなにマクドで勉強あの世代じゃないのよ、正直、あ、そうなんですか、家勉強、家勉強、家勉強、珍しいな、大体マクドやな、そう、大体みんな勉強って言ったらめちゃくちゃ浮いてたよ説明するのにもう時間がない、いや確かになんかマクドで勉強って言った時に野呂さんだけやってたどうしたかな、それはさ、今先輩を助けるために一回ちょっと何か言ってくれるべきじゃない、それシカトするシカトっていう気づかなかった要素らしいなと思ったぐらいで、そう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 、どうしたやろ、何か見つけたんかなって思ったぐらいで、何かまたこうスタッフさんの何か見て笑ってるんかなみたいな、それも大失敗、私で、何か嬉しかったこと、うん、はあるんですか、なんか、まあ、まあ最近特に一番って言ったらやっぱ、うん、まああの、まあ、ABEX からなんか、うん、その ABEX ユニットを、まあ、ホストさんからアイドルユニットを作ろうっていう形で、はい、っていう5人組に選ばれたことですね、すごいな、すごい、え、まあ、オーディションとかもやらずにでしょ、どうせどうせどうせオーディションもちゃんとアイドルのあれが出てますなんか一人はオーディションなんですけど、うん、他の4人はその、まあ、モデルもやってた、オファーで、そうです、モデルもやってた、モデルもやってた、モデルさんの中から選ばれるみたいな形も、何のモデルですか、普通に雑誌のなんかその、うん、夜商売の中での雑誌みたいな、はい、ずっとやってて、なるほど、ですごいアイドル作ろうぜって、うん、ABEX っすよ、天下の、うん、え、ABEX の人なんですか、じゃあ今は今、ど、まあでもデビュー、そうですね、させてもらう、ABEX が作ったユニットに入んねんから ABEX やん、 ABEX やん、 ABEX すごいすごい ABEX すごいすごいな、TRF なるんだ、 TRF ならないならないですね、 TRF の後輩か超代表でもないし別に ABEX 言えばってわけでもないけど、で、関西スワンという、そうですね、はい、まあ、おはい、あ、関西なんや、関西から全国にっていう形で、スワンボートで、そうです、もうなんかしかも結構いい感じでやらせてもらってるんで、すげえな、いやこれ悪いです、これ悪い、ごめんなさいごめんなさい、あのあれでしょ、いや今の絶対悪いわ、違う違う違う、ほんま違う、あの僕野呂さんのあれ、あのスワンボートでってやつ、うん、あーあれか、違う、俺これはさ職業的に見逃しちゃいけないよ、そうよ、違う、その大御所になったら見逃していい、見逃してないだけど、その、はい、感じで、はい、でも数打ってもらいたいわけよ、こっち、そうですね、こっちとしたら、うん、その水干すってどう、でもスワンボートでって言ってる時はもう寒いよ、すごい、だけど違う違う、寒いよ寒いから、アイドルのおばさんがまた
3秒後ぐらいに聞こえたあれサーボードって言うてたってなった時にはもう2人目合わせてたから遅かった。俺はスワンボートで無視したわけじゃないです、これは、うん、本当にどんくさい同士気が合うのかもしれない。でどんどん入れてください、そういうのいいのやってやってください。なんか、はい、いいですかよ、全然全然ください。確認するものはないんですけど、うん、ますけど、ね、そう自由に動けるとかこれぐらいしかないもん。ちゃんと広げといてよしやもん。いやまあわかりました、わかりました。で、なんだ、なんだって完成スワンね。そう、スワンボートね。スワンボートでじゃないスワンボートで来て成り上がっていこうっていう。はい、成り上がっていこう。はい、完成スワンはい。でも曲とかは出してるんですか。11月28日に CD 発売っていう形で、もう CD を発売するとこからもうすげーやん。でもさ、絶対売れると思わない。イベントごとだったらもう無敵だと思う、うん、でもノウハウは分かってるわけじゃん。ですよ、ね、どうやったらファンが喜ぶかっていうのも分かってるわけじゃん。なんかもう、うん、結構よくされてもう、うん、エルクさんもそうでしょ、絶対分かってる。すげえな。ダンスチャートで1位だったりとか。えすぐちょっと携帯、はい、携帯出せよ。携帯出せよ。携帯出せよ。カツアゲされる。今じゃパッと調べたら出てくる、iTunes とか。はい、結構なんか誰かがプロデュースしてるんでしょ。あ、DJ コウさんが。あ、DJ コウさんがすごいな。TRF や、 TRF や、 TRF や、 TRF や。忘れてた、事前に情報いただいてましたけど忘れてました。そういうことか。はい、DJ コウさんなんや。ジズドーン。レジズドと。ジズドーン。すげえな。すごい夜だよ。すげえ。そんな感じで言うの一緒にね、イベントやるんだからさ、回すよ、多分回すよ、回すの回して、歌うみたいな。だから TRF コラボみたいなさ、あるよ。いや、TRF これやばいですね。でもプロデュースやからマジで出るんか、ね、サムがもうね、サムがサムサンナ、サムサンナ天下のサムサンナ。DJ コウは DJ コウなの。DJ コウは DJ コウなの。DJ コウは DJ コウ。サムって呼んで厳しい。サムさんは尊敬してんの。DJ コウは DJ コウなの。サムさんにダンスを習った時あったから。素人の時は。そればっかとかあったけど、DJ コウのこと。コウさんのことを。何も教わってないよ。申し訳ない。あの人じゃ何も教わってない。仕事したことあるけど、ね、すごいですよ、じゃあ芸能界の仲間入りだ。うん、本当にね。ありがとうございます。すごいな、はい、芸能人。あ、でもあれでしょ、うん、その前に一個いいですか。お、月収ちょっと前ちらっと言ってましたけど、そうね、前回も1200万。月収1200万。もう芸能人だってもう本当にそんな額普通の人じゃもう稼げないじゃん。いや、そうですよね。本当に稼げないじゃん。言うたら年1億超えってことでしょ。今芸能界に夢はないって言う。そういう時代に今から入ろうとしてるのやります。ほんとに絶対ホストやめない方がいい。そうですね。そうっすよ、ほんま1200万やろ。うん、で、なんか買い物の仕方がね。でもそれ聞きたいのよ、うん、どんな感じ、なんか変わってるらしいですよ。いや、うん、まあ、ちょっと家と車はやっぱ買わしてもらってんですけども、家と車は買わしてもらってます。普段買わしてもらってんけども。あ、古畑や、うん、古畑ね。はい、まあでも、どうですか、毎月旅行後輩連れてったりとか。毎月旅行、はい、まあ、どこ行く。何泊で。え、まあ仕事もあるんで、やっぱ1泊2日とか、まあ、2泊3日とかぐらいですね、行っても。まあでも、後輩に合わせて行ったりとか。どこ行った最近、うん、韓国ですかね。あ、韓国の後にも行ったんですけど、ね、でもホテルであるでも全部出すの。はい、基本的には出させてもらいますね。すごいな。出すんですね、出させてもらいます。謙虚さね。誰に出させてもらってるの。誰の許可で。自分では出してないのよ。すごい、行きたいっすよ、僕も。いや、行きたい。そう、連れてってほしいな。連れてってほしい。何してんの。もうええよ。何回出すのよ。気づいてよ、ね、何回出させてもらうんよ。3回目ぐらいで気づいてよ。左に行った時点でもうやってほしい。このおばさんの動き。左に行って右行った時に僕次両方来るなと思って。お前もできたから全然面白くない。まあ、家はちょっとまたホストとは別で、うん、高1ぐらいの時に親に一人暮らしたいって言ったら、うん、まあ、そこもうここに住めみたいな感じで、うんうん、実家から1分ぐらいのところに家買われて、
話が違ってきて、どういうこと、どういうこと、違うよ、なんかちょっとまあ変って言われるんですけど、家、あ、家は何なの、家は何なの、家は何なの、いや、お金持ちなの、家は、いや、まあ実家、いや、金持ちでしょ、そんな、家ポンってこうって、ね、え、何してるの、お父さん、お母さん、あ、今、広告会社経営されてしてます、社長だ、はい、申し訳ございません社長さん、社長みたいに謝る癖あるからね申し訳ございません、広告の社長さん、すごい、でもいい環境で育ってさ、ラッキー、ラッキーだよね、なんか V があるっていう、おう、愛車ポルシェすでに家を持ってるという VTR があるんですね、ください、はい、VTR、愛車ポルシェかい、僕、車これ買った時も見ずに買ったんで、色も見ずに買ったって、ポルシェっていうのも知らんくて買ったんで、ポルシェも知らなくて、いや、なんか2月にその店の人から、まあ、1本っていうか言っていいか分からんすけど、100万頭金出すから車買いいよみたいな感じやって、でも車は僕知らんかったんで、何でもいいですよみたいな感じでこれ選んでもらって、これ中古なんで500ぐらいじゃないですかね、でも多分もっと1200ぐらいなんで、どっちで買ったかもあんま知らないですね、新車で買ったのかなんかあるのも、全然車に興味なくて、すごいな、自分もちょっとあれですよね、車と一緒にランク上がった気はするっすね、やっぱり、いやー、ええー、なー、ポルシェ乗りたいんすよ僕、お前免許持ってへんやんはぁ、なるほど、あーすごいですね、ポルシェを知らずに買ったみたいな、全然ほんと車知らなかったんで、車知らずに、はい、もうなんかへっちゃらったんですもんね、それも何でもいいんだ、まあ、そんなにお金に執着なくて、実際、なるほど、そこがいいんじゃない、やっぱそういう人のがさ、なんかお金持ってるイメージあるよね、うん、多分そこがいいんやと思う、これ別にいいんじゃない、ね、なんかね、そうですね、お金はちょっと拒まず別に払うし、そうですね、楽しければお金ない時代とかないですか、幼稚園の時とか多分一回、幼稚園、幼稚園、親がすごい若いんで、ああ、ああ、親何歳、16か17の子なんで、僕が若いな、16か17の子、マックスやで、マックスの子、結婚のマックス、マックスやで、そうなんですよ、途中で芸に入ったんで、多分小1ぐらいから結構ちゃんと、ちゃんとっていうか、まあ多分人よりは今じゃ25やけど、まだ40歳とかってこと、あ、そうですね、はい、はい、怖い怖い怖い、私怖い、え、怖い怖い怖い、私35になったから、うわ、じゃあもう同年代ですよ、お母さんと、泣きたい、すごい泣きたい、子供で転んでるんですよ、いやもう全然それはもう全然考えられないから何にも感じない、あ、そうなんだ、すげえな、ちょっとすごいな、カイト君さあ、そんなね、カイト君、まあね、めっちゃ配信がすごかったわけじゃないですか、グランプリ取ったっていう、ね、あ、そうね、素晴らしい、はい、もうコンテスト1位で、ちょっと実際に、ま、配信をね、ちょっとしてもらおうということで、お、はい、さあ、どんな配信をしますか、書いてください、まあ、今日は、まあそうですね、後輩のとわたろ、前2回言ってる、あ、はいはいはい、なんだろうね、それもちょっとついてきてもらってるんで、一緒に配信して、どんなキャラ、一緒にちょっとやりたいなと思って、あいつ準レギュラー、準レギュラーやってました、なんやねん、あいつ、なんやねん、あいつめっちゃ出るやん、なんで、まあ、お、じゃあ、とわたろとやる、そうですね、なんかまあちょっとまあデスソースか、デスソースと虫もまだもんで、ヘルプアイテムであります、ね、ちょっとまあ、はい、じゃあ楽しくやりたい、じゃあ呼んでもらって、うん、はい、さあそれでは、カイト君とトワタロも来てもらったんで、はい、配信してもらいましょうか、なんか目の前に虫あるけど、やっともですね、割とってちゃんとしてしているこんな感じです、あ、よさんな、いけるんだ、絶対食うやん、絶対食ういける、絶対食うやん、どうすんの、え、触れるって食えるやん、触れるだけ吸ってましたよ、本物やで、マジで、おはようどんぐり、いけるよ、アイテムがすごいわ、いないアイテムちょうだい、あ、すごいすごいすごい、本物やで、絶対食べる、こんな絶対食べるやん、今度やめろ、アイテムくれたら虫食うらしいで、やめとけやめとけ、いや今イベント探してないから、虫そうやで、おはよう、虫食べてねやって、どっちに食べてほしい、ソワピが食べる流れになってなんでやねん、すごいいっぱい、なんかそんな、カイト君、みんなは大事ちょうだい、はい、カイトもある、1個7円とかですね、絶対、それ食べるよ、トワは絶対、すごいよ、ほんまトワちゃん1択食べるの、いやでも、これデスソースもあんねん、
誰が書いちゃうのやめとけよ。食わへんのはこれで。めちゃめちゃ生えてるわ。やめとけよ。デスソースか虫か。虫にデスをデスソースかけてやる。わかんない。デスソースは書いちゃうの。デス虫ソース絶対あかん。デス虫ソース絶対あかん。いや、足魔法なんじゃないですか。え、デス虫ソースがトワピー。ちょっとだけかけんで、ね、じゃあデス虫ソース。デス虫ソース、うわー、デス虫ソース、ど、尻尾でいい？尻尾、尻尾はきついだろう。わわわわわ、うわー、これはしんどい。くっさ、すごっ、気持ち悪い、いやー、気持ち悪い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 、見る、すごいよ、見るだろ、マーグロイで尻尾、うわー、動いっ、こっち見んなよ、こっち見んなよ、あんた、ガチで食べるで、見て、カイト君が行くのか、いや、ちょっと、あれ、カイト君が食べる、じゃあ、トアで、トアが行くやで、これはもう、見たいっす、見たいっす、かっこいいとこ見たいっす、先輩のかっこいいとこ見たいっす、ほんとに増える、結局トアに食わすんかい、食わすんかい、そうそうそう、それはあるわ、確かに、人生苦労してきてないっていうのが、うん、そうっすね、ここで、ポジティブ、ポジティブ、で、俺らは絡んでないからね、個人的な言ってるの、俺らこれを見ての感想ね、カラミこれ聞こえてないから、でも多分無理やろ、カイト悪いやないで、すごいもんこれ食べれてね、あやこれカイト君食ったらかっこよすぎやろ、完璧やもんな、そんな完璧な人間おらんやろ、おらんおらん、完璧絶対誰、どっかにあるから、エゴいぞ、はよくれはよくれ、逆に死んじゃうぞ、ちょ、エゴいや、ちょっと待って、でもやっぱペロペロな、みんなに、いい、キングを、いやー、ちょっと待って、人噛みつく、うわあ、そして辛い、待って、痛い、ほんで待って、なし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 、痛いな、待って、初めての挫折、やった、やった、カイト君の挫折や、初めての初めての挫折、痛い、トワトロ君絶対食うやん、何やあいつが一番食うぜ、こうやん、え、あ、え、あ、足パクって、え、え、え、いやー、自分で見たよ、はい、ということで、ありがとうございました、うわー、素晴らしかったよ、ありがとうございました、いやー、よかった、ちょっと初めての挫折だったんじゃない、そう、ちょっともう人生で第1に争うぐらい、いやー、よかった、ちょっとね、いい素の部分が見えたんじゃない、そうそう、ね、ちょっと安心した、ほんまに、何でもな、パーフェクト人間かなって思ってた、まだドキドキしてますよ、あ、まだドキドキ、でもすごい良かった、こちらとしてはとてもなんかいろんな面を見せて、じゃあじゃあじゃあ、もう一生無職なんですけどね、一生無職、好印象、あれやっぱ食べてくれんねやつ、そうね、よかった、また来てほしい、はい、ということで、今日のゲストは、カイトさんでした、ありがとうございました、ありがとうございます、さあ、どうでしたか、今日は6回目ですか、そうですね、6回が終わりましたけども、どうですか、カイト君はすごい素晴らしいと思う、素晴らしかったですね、やっぱ私がお店に行ったカイト君、トワトロ君コンビで接客を受けたいって改めてね、はい、前回も改めて思いました、なるほどね、山田さんこれ行くんちゃう、行きたいね、でも一回、ね、行ったことないんでしょ、私一回もないです、なんかみんなさ、今ラフな感じの、そうですね、スーツで、なんか本当にこんな感じじゃないですよ、ね、だからやっぱミクチャナイト TV 通じて、うん、もう結構印象上がってるんじゃないですか、そうだってこの可愛らしい感じの人がアピールとも思ってたの、うん、そうっすね、そうですね、だからすごく良かったと思う、次回あたり違う世界も、行きますか、そんなロケせえよロケはロケじゃないロケはせえよ、いかんか、でもね、行ってみたい、またみんな、なんかいろんな人をこう見てみたい、そうですね、いろんな人、はい、次回もね、まあ、いろんなの方来てくれると思うんで、うん、はい、お楽しみということで、また次回お会いしましょう、さよなら、さよなら、アイドルの桐生海人、あだ名海人丸です、アイドルは可愛い系の、まあ、草食系の男の子から、まあ、ワイルドでイケメンな肉食系の男の子まで幅広く揃ってるんで、まあ、みんなアイドル来てね、待ってるね、バイバイ。